2時ぐらいなんですけど、北陸線の時刻表を見てみるとこれですね、1時53分行った直後で次は1時間後っていうね、この状況にね陥ってまして、まあひどいと。今俺どこにいるかっていうと、福井の横の森田駅、はい、ここでちょっと足止め食らってまして、はい、まあ、切符はね値段は190円だったんですけど、眠りたいですけど、いまして、まあここから香川温泉とか、まあ、金沢の方にね、あの電車では全然向かえるんですけど、はい、とてもねこう素敵な感じで、はい、1時間ね誰もいない駅でただ電車を待つっていうねこの感じね、はい、まあ、あの休日ならではというか、ということでもうだいぶ2時でご飯も食べてないんでお腹がすっかすかですね、はい、乗せてくれ金沢に行きたートレイン来たさあらば水種の地森田終めっちゃ恐竜欲しい。でかー。動くやんこれ。出るやんこれ。線路だと路面電車が走っとんか。
乗りたいな。朝のトマト、いい名前じゃないか。よし、ここに決めた。20種類のスパイスを使ったカレー。腹ペコペコ状態だと文字が入ってこない。トッピングにスパゲティもあるのか悩むな。セットメニューにランチタイムサービスメニューまであるのか。ピザまであるの。本日のスペシャルランチに決定。サラダと福神漬けとらっきょう。戦の準備は整った。サラダから食べておこう。シンプルイズベスト。最初は全然辛くなかったけど、後からスパイスがジャブを打ってきます。まさにスパイスのスパーリングだ。ビッグバード降臨。湯気ジュワワワーン。ホロホーリーバード。
酸っぱくなくてシャキシャキ、程よい甘さにうっとうりんご。ふくちゃんちょいしょっぱしようから。食べ応え群抜。スロータイムランチ満喫。なるほど、舌にねっとりまとわりつくタイプ。最初はヨーグルト控えめ、ジェラートより滑らかで、アイスがなくなりかけると爽やかなヨーグルトの風が吹き抜ける。トルコアイスに似てるのかな。まあそんな感じ。甘すぎず、スパイス覚醒の中和にはぴったり。いい店だったな。商店街の中心で回ってみた。いい街だな。駅どっちだっけ。こっちかな。福井駅に初めて来ましたが、恐竜が動いたり、モーニングトマトが美味しかったり、短い滞在でしたがとても楽しめました。福井県気に入ったよ。さあお家へ帰るぞ。